はい、注目。はい、はい、大注目。はい、アインシュタインの相対性理論 E イコール MC 事乗、これ説明できるもの。お父さんにシャーペンを、うん、あの取られたんですね。うわ、ん、何あれ。相対性って何？相対性、相対性、ああ相性みたいな。相性じゃない？え、じゃあ MC は？お MC はなんだろう、あのなんだ、喋り担当みたいな、なんかトーク回しした。近い。じゃあ MC の事情って？事情は事情でしょ。家庭の事情とか、一身上の事情によりとか事情があるんだ、司会の人。司会もいろいろ大変なんだろうね。結婚式で司会頼まれたけど、実は司会の人もその新婦好きだったんじゃない？かわいそう。あるの？そんなこと。うちのお兄ちゃんそうだったもん。新婦はそれ知ってるわけ？知ってたと思う。でも兄ちゃん新郎の親友だし、頼まれたら新婦もお兄ちゃんも断れないよね。断れないタイプだよ多分。しょうがないよ。はい、そこ相対性理論説明できるのか？先生、お兄ちゃん